お誕生日を迎えるわけですが、一緒になる前にこの2頭には大きな試練がやってまいりました。今週11月5日夕方をもちまして、お母さんとは離れこちらのマンドラフェのお引越しをしてきたわけです。ご覧いただいております。日本人と日本人、双子の姉妹、仲良しの姉妹ということもありまして、お母さんから離れ、寂しさもおそらく、ありそうですけれども、お互い励まし合い、支え合って、一緒に過ごしている様子、ご覧いただけております。ですので飲む時間も妹よりも倍以上の時間がかかる。